写真にあんまりこうコメントを載せないんですよ。キャプションがもうすごい淡白なんですけど、それをまあ一つ理由としては、こう自分の撮った写真の解釈を見る人にこう提示したくない、押し付けたくないなっていうのはあるわけですよ。自分がこう撮っ、こういう思いで撮ったみたいな、これをこう見てくださいって言っちゃうと、どうしてももうそこまでの写真になっちゃうんですけど、この特にこう羽生結弦のファンの方って、もう僕が思いもしない解釈をしてくれるわけですよ、写真に対して。はい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 、もう壮大な解釈してくれて、なんか自分のもうこうそんな普通の写真がすごいこう広がっていくっていうことがこれまでたくさんあって、なんかその膨らみ広がりを蓋したくないなっていうのがあって、だから割ともうそのまま巣を投げて、でなんかみんながどんどん育てて、見る人が育ててくれたらいいなって思っていつも写真出すんですけど、なるほどなるほど、今回のこの写真集も、まあ、そういう意味では本当最低限の、事実だけが載っていて、でそこまでこう何かこう大きく言葉で発してるものってないですよね。はい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 、だからそういう押し付けてるものがない分、見る人にとっていろんな解釈があるし、その人によってのこうこの写真集のこう捉え方って変わると思うんで、はい、なんかそれぞれの写真集になるんじゃないかなみたいな、そういう思いはあるんですよね。それぞれの写真集ね、はい、それぞれの買った人のそれぞれのなんか、あ、自分の写真集だなって思ってもらえるんじゃないかなみたいな、スポニチさんの写真集っていうよりは、なるほどね、あ、これは私の写真集だなみたいな、私と羽生くんの1年1シーズンの記録だなみたいな、なんかすごいですね、そんな風に思っていただければいいなっていう。あ、表紙はもう、はい、これはもう写真ありきですよね、やっぱね、写真を小江戸さんがこれでやりたいと。そうです ね、これは写真、一番最初見せた写真ですかね。うん、確かそうだった。表紙はこれでやりたいんですって言って、今回の写真の中で最初に見せたものですよね。うん、はい、確か、で、これ、それ見られた時に、こう、どういうふうな思考になったのか、すぐなんかイメージが浮かんだのか、これ見られてどういうふうに感じられました？ああ、まあ、最初、実はこうですけど。ね、あ、そうですね。見せてもらって、はい、あ、いい写真だなと、いいっていうのはその、多分いくつか意味があると思うんですけど、その、まあ一つ技術的な、ことね、ああいう場所でどうやってこんなローアングルでこんな風に光きれいによう撮ったなっていう感じ、はい、がまず一つ、はい、それが一つと、やっぱりなんだろう、その、あ、こういう表情か、表情が、まあ、すごく暗いですけど、はい、表情すごいな、うん、で若干だけどそのアイキャッチみたいなのが若干当たってるじゃないですか、ちょびっとだけなんか瞳にね、瞳にちょっとキャッチが入って、これなかったらなかったら結構やばいです、使えない写真ですもんね、うん、こういうのとかすごいな、かすかなんですけどね、本当本当何1ミリもないですか、はい、ね、幅ですね、うん、でこれがなくなると本当にね、キョンシーみたいになっちゃうじゃないですか。うん、だからそこを撮る、まあこれは押してくるよなっていうふうに思いましたよ。うん、だ僕ね、ここはすごくこんなこと言っちゃいけないんですけど、助けられた。ほう。100枚の中から選んでくれってもし言われたら、はい、相当今でも終わってないかもしれないです。うん、だけどもこれアートディレクターとかデザイナーのちょっとだけずるいところで、はい、
写真家さんが選んでくれた写真もこれを使えと言ってきたら、うんうん、はい、まあ、もしそれが変な写真だったらもちろんそれはあのちゃんとあれしますけど、うん、それが自分の中にスポンってもしちゃんと入ってきたら、うん、やった、もうもらったと思っちゃう、おう、うん、これ悪くなるわけないわ、おう、うん、でもうある、逆に言うとほら、なんかもう必須条件として提示されるわけだからさ、はい、その例えばこういう中から選ぶとすると、うん、じゃあこの場合だったらどうしようかな、この場合だったらどうしようかなっていうことを考えながら、うんうんうん、あとファンはこれでいいのかとか、うん、まあ、モノクロは条件だろうけどモノクロした時どうなるのかとか、うん、いろんな悩みが出るじゃないですか、はい、でもちろんそこを経てたどり着く、それが正しい姿なんですけど、うん、そうじゃなくてこう今回みたいにポンとこう出てきたものが素晴らしかったら、はい、ああ、もうこれは勝ったな、お、うん。もう悩まな、まず悩まなくていいと、お、うん。これはずるいですけど、はい、ありがたい。その分もデザインに集中できるわけです、うんうん。時間の配分が圧倒的に変わってくるわけです、はい、うん。で、そしたら全力でいろんな方法を試して、何やっても絵になる。うん、いい写真って何やっても絵になっちゃうから、うん、そっからまた悩み出すわけです、うん。それでまあいくつか、全部はないですけど、こういうね、プランをちょっと作ってみたりとかしたわけですけど。うん、まあ、ただ、その、僕が、何しろこれ見て思ったときは、うん、その、また萌えポイントを探したわけです。表紙だし、はい。ファンだったらどこが来るかな、うん。でも圧倒的にこの胸がグッと出て、うん、こういうふうに普通人間胸ならないよな、とか思いながら。盛り上がったね。で、試しにこうやってみたら、うん、あれ胸の盛り上がりはなお目立ってきた。あ、うん、すごいな、そこから入ったんですね。うん、こう山を見たわけですよ、ここに当然ですけど。はい。あ、これ、あとね、まあ、細かい話ですけど、この面積比ですよね、やっぱり。はい、この黒い部分とグレートーンのこの分量のちょうど良さかな。うん。とか、で、こうやることで表情が、まあ、この時は下向きじゃないですか。はい。で、こうなると、ま、物理的にちょっと上、斜めを見るっていうことで、はい、なんか視線が変わってきて、この瞬間を、この瞬間を切り取った写真を、はい。時間をちょっとずらせたなって。ほうほう。もうこれ本当に物理的に目線が変わっただけなんですけど、はい、その彼の意識っていうかな、はい、頭の中の、多分この瞬間だっていろんなこと考えてる、うん。もしくは無かもしれないですけど、うん、いずれにしろこの後の1秒、2秒後、3秒後があるわけです、うん。で、彼は多分そのために生きてると思うんですね。うん、日々なんか、次の1秒後のためになんか生きてるような気がしていて、うん、なんかそういった、こう、ちょっとずらしができた。ずらしを感じるわけです。これも単純にこれがこうなっただけなの話なんですけど、はい、その途端に、そう、なんか、アートディレクターの、こう、本能っていうか、うん、いかにその、いただいた素材を、その、もちろん、100を100で出す。うん、これ、絶対条件。で、100を101ぐらいにしてみよう。うん、99はダメだから、101とか102。まあ、良ければ150ぐらいいけるといいんですけど、うん、まあ、料理するってね、僕ら言っちゃうんですけどね。で、こうやってみたら、まあ、いろんな要素が僕の中で合点がいってて、うん、それで、これでどうっていう提案をしてみたんですよね。うん、結局、こういうデザイン、まあ、こういうデザインのね、本としては別に面白いんですけど、うん、まあ、あえてこういう表紙にして中は縦だっていう。もう一個あったよね、確かね、はい。普通にこっちに置いて、下に置いたのもあった。それは、天地は変えずでしたよね。変えずでした、ね。はい。元の写真のままで。うん、そう。うん。あれ、あの辺はまあ、全然間違ったデザインをしてるわけじゃないんですけど。はい。やっぱりデザイン行為が入りすぎなんですよ。うん。写真は何もしてないですけど、ここに、ここに対して、白板に対してどう、うん、こう、いいバランスで撮るかっていう。はい。それって実は、1%、2% 変えることが全部デザインになっちゃってる。デザイン行為。うん。で、それをガチャガチャやっていくうちに、はい、これやりすぎだな。うん。はたから見たら全然動いてないんですよ。はい。はたから見たらこれだけ動かして、ちょっとでかくなってとかっていうレベルなんだけど、はい、僕の中ではもう、てんてこまでやってるわけです。う
でこれデザインしすぎてるなって思って、うん、デザインしすぎはダメだ、もうちょっと一回立ち返って初心に立ち返って、はあ、まあ、何にもしないふっと一番最初にお前やることなんだって考えた、はいはい、僕のこれど真ん中なんですよこのデザイン、写真をバーンと前面に置いて、はい、タイトルを A に置く、はい、これまあ多分大概のデザイナーの初めの一歩ってこの辺だと思うんですけど、うんうんうん、あえてこういうことやらない人もいっぱいいますけどね、うん、僕はやっぱその田中一光先生っていう日本の巨匠のモダンデザインの巨匠がいて、うん、その人のところで生きてきた人間だから、はい、ど真ん中であるべきだっていう、もう王道をね、王道です、ね、突き進む、はい、でもちろんねずらしたこともやりますけど、はい、その無印良品とかをずっとやってきた人間としても、はい、その正しい姿、うんうん、っていうのを提示した、はい、やっぱり羽生くんの正しさ潔さに対して、うん、なんかこう細かくデザインするんじゃないのかなっていうふうに思って、多分ファンの人もなんかこう、ファンの人もっていうかなんだろうな、こうファンの人へのアプローチとして、うん、まあこういうのが他になかったってのもあるんですけど、ど、うん、正直に見せてくるっていう、うん、まあモノクロっていうことでちょっとねひねりは入ってますけど、うん、モノクロ写真って別に今の世の中アバンゲルドじゃないじゃないですか、うん、でファンにとっても多分中心にグッと入ってきてくれるような、はい、そんなこうスタイルになることが多分正しいことなんじゃないかなって思って、うんうん、彼の一生懸命に対してこっちの一生懸命っていうかど真ん中を返してあげるといいのかなっていうのはちょっと腑に落ちた、うんうん、ただ印刷はやっぱりこのキラッと箔押し、はい、箔押してね、この箔押しも結構ね、結構な種類の中から選んだんですけど、ね、ああこれもいっぱいあるんですね箔押しもね、うん、あるんですよ、結構難しいんだよね、うん、金がでこれって場所で全然変わるじゃないですか、そうですね、照明、はい、だからもう所詮この中で選ばなきゃいけないんですけど、はい、この中で僕なりに今選べるで高いのは結構高いんですよ値段が、うん、だけどそういうんじゃなくてスタンダードの中で選ぶっていう、はい、でただこう開いてこれはちょっと、うん、あのなんでやったのかっていう質問が全然来ないんですけどあのちょっとこう金色と黒っていうニュアンスを、はい、要はここが何にもない、多分普通でいくとこれ黒にしておしまいなんですよ、ね、うん、この延長で、なるほど、それってなんかちょっと、うん、あのらしくないなっていうか、らしくないっていうのは、はい、そのここで別の羽生結弦が僕の中で出てくるわけで勝手にね、うん、羽生くんって結構やんちゃなとこあるじゃないですか。あ、そういう一面もありますね、うん、はい、なんかテレビ見ててもなんか時々やっちまったみたいなとこがあって、そうです、はい、そういうとこ見てて すごく俺ホッとするんです、うん、で結構彼の本質ってそっちなんじゃないかなと思ってて、うん、あの男の子っていう、うん、でなんかそういうねちょっとぐしゃっとしたところ、なるほど、うん、なんかここで遊びたいなと、うん、名前がもうね、そうですね、でも日本語の美味しいとこ丸取りみたいな、はい、いやもう本当に ね特別な人間っていうのはそれスターになるしかない名前ですよね、そうですね、うん、やっぱりそのデザイナー的に見ても美しいです、この漢字の 4文字並びっていうのは美しいですよね、美しい、ああもうちょっとで一個一個にちゃんと意味がね、いや本当ね意味があって、そうなんですよね、うん、無駄がないよね、うん、うん、でそれでこの金に黒縁って、これあのまあデザイン、グラフィックデザインの世界では割とちょっと流行りの形なんだよ、うん、今の流行りですか、そう、お、まあちょっと遅いかもしれないですけど、はい、こういうやり方って結構あのある見かけるやり方、うん、それをちょっとねあの、まあ、彼の世代のこうフィーリングみたいなものを、うん、ちょっとここに一回忍ばせてみたいなと思って、それでこういうデザインをし、うん、遊びですよね。うん、ね、で扉がもうこの本表紙がまたかっこいい、ね。これはね、最初はこちらが、ね、表紙で、うん、これが裏だったんですけど、うん、小島さんがこれ
表のもういいよね、それぐらいこういい写真だねって言ってくださって、それ聞いて、まあ僕らも長久保さんと2人で、いや確かにそうだねって言って、これも割とすんなりそうしましょうってなりましたね。なりましたよね。はい、表にしましょうか、でこれはなんかこういう風にこう文字を載せたくなる写真ですね。これはもう載せ、まあ、のまんまでもいいんですけど、そのなんか文字が入ることでさらに、そのメッセージが聞こえてくるようになります ね。まさに背中に背負ってるとか、彼の心の心臓のこう鼓動みたい な、はい、なんかそんなイメージかな。こう必要な情報がもちろん入ってるんですけど、タイトルなんで、その情報っていう風に見えないのが素晴らしいですね。デザインとして一つのこうまとまりになるんで、なんかそれがさすがだなと思って、ありがとうございます。そういったことを求めていたので、はい、嬉しかったですね。いやこれも本当に写真の力、写真の力と被写体の力ですよ。はい、被写体の力です。